も、イベント最終日になりましたね。ナルムさん大好き、クッキーありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、嬉しいです。こんにちは、クッキーありがとうございます。ヒロさん、猫さん、シンプさん、松美川さん、そうね、全員の名前を呼びきれないかもしれません、ごめんなさい。嬉しい、ナルムさんありがとうございます。かわいいハートのチョコさん、ありがとう、ありがとうございます。夏美川さん、キミさん、イクンさん、バラちゃんさん、ありがとうございます。Thank you です。花道さんかな、秋前さん、お口チャックさん、ゴーゴーさんもどうもありがとうございます。嬉しい、フラワースタンドタワーありがとうございます。アフタヌーンのピリキュー、ありがとう。グダタヌーン、ね、最後まで楽しくいきましょう。おやルルタムさん、頭が追いついてない。え、よろしいんですか。え、お、ごめんなさい。ちょっとね、言葉が出ないくらい、すごく嬉しいです。ありがとうございます。すごい嬉しい、ありがとうございます。強いルルタナさん、本当にありがとうございます。好き、ラブ、ありがとう、大好き、ドアクマタワー、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。はい、ちょっとありがとうございます、ありがとうございます、こんにちは。イベント終わったらまたね、お礼をねしようって思っていますので、その時にはまたお礼させていただきます。ありがとうございます、とても感謝しております、ありがとうございます。で、今日この今の時間ではこれから、この後の配信、17時、今予約では53分入れてると思うんですけど、なるべく、ね、長く時間配信したいので、時間を許す限り結構そう、時間を許す限りなるべくもうやるので、そう、53分ぐらいから始めるよっていう、そのぐらいの時間に始めますので待機していてください。で、そこからはちょっと皆さん、久しくお待たせしていました、ピピピライブをちょっとやりたいなっていう風に思っておりまして、はい、でピピピライブはこういう感じで、いつもは全身が見える形で歌って踊ってなんかやってみたいな感じなんですけど、私のこの状態なので、そういつもとは違うんですけど、なんだろう、まあ、カラオケで見ない楽しもうっていう感じで、ちょっと演技とかやったりとか、そういう風にしていきたいなっていう風に思っております。他のみんなありがとうございます。そうで、そうで、カイくんっていう、そう、皆さんが気になっているカイくんっていうのは誰なんだっていう方もいらっしゃると思うので、ご説明いたしますね。カイくんっていうのは、はい、こういう人なんです。カイくんは、皆さんの代役として、やっぱね、一人で演技するってなると、ちょっとやっぱり相手役が必要になるので、その相手役としてカイくんが皆さんの代役として入ってくれます。なので、ねえカイくんみたいな話しかけた場合は、皆さんだと思っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、まあ、なんでカイくんなのって思った方は、あれです。STU48 といえば海で、海、カイくん。はい。
です。ちょっと目立つだと思うんですけど、はい、はい、皆さん、かいくんです。懐かしい方もね、いらっしゃいますよね。はい、久しくちょっと出てなかったんですけれど、なのでなんか公演というよりは少しミュージカルに近いのかなっていう風に思っております。海軍やばい。はい、海軍です。きのこんぽんさん、ありがとうございます。きのこん、ありがとうございます。ここも嬉しいです。皆さん、その配信、これでね、説明と、あと、もう一つやってほしいことがあって、今、チョコボップとかをいただいてて、本当にありがたいんですけど、まだね、もし、デイリーミッションとチョコボップのミッションを達成してない方がいらっしゃったら、困ってしまうので、必ず、そう、デイリーミッションを達成していただきたいです。このマークが、この画面を縦画面にしていただくとこのマークが出てくると思うので、ここをトップしていただいて、ミッションをね、5時50分までには絶対に達成していただきたいです。よろしくお願いします。なぜならば、ピピピライブはストーリー性を持って行っているので、途中でそういうミッションのために抜けるっていう風になると、多分途中でどういうことが起こったか、どういう風になってるのかが分からなくなってしまうので、全部ね、ずっと通して見ていただきたいなっていう風に思っていますので、必ず、17時50分までには、このデイリーミッションとバレンタインのミッションを達成いただけたらと嬉しいです。で、今は多分キラキラ星を私に100個投げていると、あとは正規生産のルームでチョコロリポップをいただく達成方法はね、できると思うので、そこは完了していただけたら嬉しいです。そして、はい、このような多分デイリーミッションとなっておりますので、皆さん必ず達成して、そしてのぴちゃんに投げていただけたら嬉しいです。夜の部だけ今達成した方は70ゴールド無料の小ゴールドがいただけるので、それと、キラキラ星は全てのぴちゃんに投げていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。絶対に達成してください。今コメントしたり、あとはキラキラ星をちょっとでも投げたりしたら、もう達成するのがね、ちょこちょこ増えてきますので、あとは細かい作業だけなので、よろしくお願いいたします。縦画面にして、こういう画面になると思うので、それでよろしくお願いいたします。こんにちは。で、こちらに書いてある無料のショーゴールドとチョコポップ と、キラキラ星を全てのぴちゃんに、本当に今日の最終日なので、必ずしものぴちゃんに投げていただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。パンさん、本館の JY さん、ありがとうございます。秋田犬さん、ありがとうございます。せいちさん、ありがとう。みんなかいくん、ゆずきちさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。フラワースターのタワーありがとうございます。こんにちは、嬉しい、ありがとうございます。 Thank you です。すごいたくさんのタワー、本当に皆さんありがとうございます。でも感謝でいっぱいです。感謝感謝です。こんにちは、ありがとうございます。わー、りゅうさん大好きだわ、ありがとうございます。嬉しい、大好きクッキー、大好きクッキー、大好きクッキーだわ、ありがとうございます。ありがとう、はじめまして、ありがとうございます。こんにちは。今イベント参加中で、イベントは今日で最終日なので、今日の19時59分までなので、ぜひこのあと3時間の間でだけでもナプちゃんの応援ぜひしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。無料のお日様と小ゴールドを全てナプちゃんに捧げていただけたら嬉しいです。お願いします。こんにちは、楽しくね、最後まで頑張っていきましょう。ありがとう、頑張ろう。
んもありがとうございます。ポルさんもありがとう。こんにちは。ではこの配信はね15分までというふうにしていましたので、ね、そろそろ終わりたいと思います。皆さんご説明いたしましたが分かりましたでしょうか。二条のお世話ありがとうございます。では、最後歌を歌わせていただきます。ここから眺める永遠の海、17時50分頃から始めます。